参院選の期日前投票が行われていますが、熱海市に珍しいタイプの投票所が現れました。投票率アップの一助になるかもしれません。行列ができているこちらのバス。実はこちら、期日前投票ができる移動式の投票所なんです。熱海市は今日。 伊豆山の七尾団地にバスを利用した投票所を試験的に解説しました社内で候補者の名前を書き投票します熱海市は地形が山がちで坂が多く高齢者は通常の投票所に足を運ぶのが大変です足が、ね、思いようにいかないのが坂でしょだからね、下りもきつい、上りはハー 本当に、ねうん、助かりりまました。ありがとうございます。熱海市は高齢化率が47.76%と県内の市では最も高く七尾団地も選挙権を持つ270人のうち172人が高齢者です。なるべくできることは解消して1人でも多くというのはやっぱりあの選挙管理委員会としての思いでございます。 熱海市ではきょう2か所で移動投票所を開設し今後の選挙に導入するかを検討するとしています。